どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね ANA の株主優待割引運賃解説ということで動画ねやっていきたいというふうに思います。結構ですねこの株主優待割引運賃についてね質問いただくことが多くてですね、またね ANA はですねプライムポイント2倍ねキャンペーンやっているということで、こちらの運賃ですね利用されたい方もね多いかなというふうに思いますので、この機会にですね利用方法などについてねまとめてね紹介していきたいなというふうに思っております。それではまずね ANA 株主優待割引運賃とはっていう話なんですけども、この株主優待割引運賃っていうのはですね ANA の国内線の普通運賃のね約 50% の値段でね利用できる運賃っていう風になってるんですよね。でですね株主優待運賃のねメリットは、運賃がね安いだけではなくてですね当日ね購入することもできますし、またね変更もできます。で出発前ならですね取り消し手数料もねかからないっていう風になっておりますし、購入後の払い戻しに関してもですね片道440円でね払い戻しすることができるっていう形になってるんですよね。またね価格が安いにもかかわらずですねプライムポイントをね多くつくっていう感じなんですよね。またね払い戻しも440円でできるっていう形になりますんで、仮押さえみたいな感じでね利用できる点っていう意味でもですね利用しやすいかなっていうふうに思っております。私もですね ANA のダイヤモンド中央ね路線取ってるわけなんですけども、最初はですね羽田那覇のプレミアムクラス、こちらの往復だけでですね修行ね完了させようと思ってたんですけども、ちょっとね取ってみた後にですねちょっとこれでやると飽きそうだなっていうふうに思いまして、何区間かねキャンセルさせていただいたわけなんですけども、片道ね440円でキャンセルねすることができたわけなんですよね。やはりね払い戻しがですね440円でできるっていうのはですねかなりね利用しやすいかなというふうに思っております。でですね株主優待割引運賃の詳細についてなんですけども、支払い期限はですねこんな感じになっておりまして、予約日がですね搭乗の3日前であればですね支払い期限は予約日を含め3日以内っていうふうになっております。またですね予約日が搭乗の2日前から当日の場合ですね支払い期限は出発の20分前までっていうふうになっております。またですね予約変更についてはですね株主優待番号の有効期限内でおいてですね予約便のね変更が可能っていう風になっております。ただしですね航空券の名義区間他社への変更はねできないっていう風になっておりまして、またねこちらの区間に関してはですね空港のね相互利用をねすることができるっていう風になっておりますんで、こちらもね一応覚えておいていただきたいなっていう風に思っております。また積算率についてはですね普通運賃であればですね運賃5積算率 75% っていう風になりますので、 ANA バリューと同じ運賃種別になるっていう風になりますんで、株主優待運賃であればですね搭乗ポイントはですね片道400ポイントがね加算されるっていう風になりますんで、 ANA のねステータス仕様にもですねおすすめポイントだなっていう風に思っております。でですね株主優待割引運賃での羽田那覇の片道の獲得プレミアムポイントはですねこんな感じになりまして、普通運賃であればですね片道1876プレミアムポイントがね獲得することができるっていう風になっておりまして、プレミアムクラスであればですね2860プレーンポイントがね獲得できるっていった形になっております。それでは次に利用方法に関してなんですけども、このね株主優待運賃をね利用する場合はですねこちらの株主優待番号案内書っていうのはね最終的に必要になるんですよね。この最終的にっていうのはですねこの株主優待割引運賃っていうのは航空券を購入しますよね。その後支払いをねするわけなんですけども、その間に関してはですねこちらね必要ないんですよね。購入して支払いして搭乗しますよね。この搭乗手続きまでにこちらにね隠されてる部分ありますよね。今テープが貼ってある部分があると思うんですけども、その下にねコインでね削ってくださいっていうねところがあると思うんですけども、ちょっと見えるかな、見えるかどうかちょっと分かんないですけども、この株主優待番号とですねこのコインで削ってね入れるこれはパスワード、登録用パスワードですね、こちらを入れていただくっていう風になるんですよね。それでは次にこちらの株主優待番号案内書のね獲得方法なんですけども、本来ですね株主優待番号案内書っていうのはですね ANA のね株主向けに3月と9月にですね基準を満たしている方に送付されるっていう風になっておりまして、 ANA のね株主になってないとこの株主優待割引運賃はですね利用できないようにね思っている方もねいらっしゃるわけなんですけども、こちらのですね株主優待番号案内書、こちらね株主優待なんですけども、こちらはですねメルカリとかですね金券ショップで購入することがねできるっていう形になってるんですよね。でこんな世の中に、ね、なる前まではですね1枚ね4000円とかねそのぐらいで購入することができたわけなんですけども、2021年4月現在はですねやはりね航空券っていうのは需要がね減ってきているっていう風になりますんで、1枚ね2000円ぐらいでね購入することができるんですよね。個人的にはですねメルカリだとですねポイントでね購入することもできるっていう風になりますんで、ここはね人それぞれ意見が分かれるところかなっていう風に思うわけなんですけども、後でねトラブったりするとちょっと面倒くさいかなっていう風に思いますので、安全をね求められたい方はですね金券ショップでもですねこちらね売っていますので、そちらでね購入していただけたらなっていう風に思っております。それではですね実際のね利用方法をね見ていきたいなっていう風に思うわけなんですけども、私もね ANA のダイヤモンド仕様でこの株主優待運賃ね購入していてですね、もう購入と支払いまではですね完了していて、これからですね株主優待番号等々ね入れていきたいなっていうふうに思っております。ちょっとねご覧にね画面出しながらやっていきたいというふうに思います。それではまずですね ANA のねアプリ開いていただいて、予約詳細にね行っていただきます。そうするとですね株主優待番号登録っていうのがねあると思いますので、こちらをねクリックしていただきます。そうするとですね登場するね便が出てるっていう風になりますんで、こちらでね株主優待番号をですね入れていきたいなっていう風に思います。それではね入力が終わりましたので、下の方でね次へクリックしていきたいと思います。で次の画面に行くとですね株主優待番号登録完了ということで登録することがねできました。こんな感じでね利用していただければなというふうに思います。ねそこまで難しくないのかなというふうに思うわけなんですけども、登場までにねこちらがね必要っていうふうになりますんで、購入からね支払い完了までこちらはね必要ないっていうのと、またね登場するまでですねこちらをね大切にね保管しておいていただければなというふうに思っております。いかがだったでしょうか。今回ですね株主優待割引運賃について解説ねさせていただいたわけなんですけども、この株主優待割引運賃に関してはですねやはりね普通運賃で購入するより安くね購入することができて、またねプレーンポイントもね多くつくっていう風になりますんで、 SFC 事業等々ね検討されている方はですね一応ね価格見ていただきたいなっていう風に思っております。運賃差額を見てですねかなりね差があるようであればですね、こちらの株主優待割引案内書をですね金券ショップ等々でね購入していただいて利用していただければですね安くね済むことも多いかなというふうに思いますので、是非ね検討してみていただきたいなというふうに思っております。今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録是非お願いいたします。私ブログ Twitter もやっておりますので、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですねこういった ANA マイル、チャルマイル、お得情報、クレジットカード、マイルドボンボンホテル、ヒルトンホテルに基づいてね発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですね是非チャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。